似合うでしょう、このローブ。だって魔女だもの。自分の魅力で相手を籠絡することくらい朝飯前だわ。プレゼントは何がいいかしら。何でも言って。どんなものでも私が魔法で用意してあげるから。未来が見えないっていうのは本当にドキドキするわ。ほら、触ってみてちょうだい。わかるでしょ、心臓の音。これで依頼は完了だね。おや、指先が随分冷たくなっているじゃないか。すまない、荷物が多くて防寒具は持ってきていないんだ。だからこれで我慢してくれ。こうしていると体だけじゃなくて心まで温かくなってくるね。ねえ団長、少しわがままを言ってもいいかな。その今夜よかったらこのまま私と二人で。と、すまない団長、どうやらとんでもないお客さんが来たようだ。団長、ソリオ。ひどいわ、本当に。まさか、こんな予知夢を見るなんてね。どうせなら、団長さんと二人きりで熱い聖夜を過ごす。そんな予知夢が見たかったのだけれど。このままにはしておけないわ。予知夢の通りになってしまったら、団長さんは。私の予知夢は、団長さんに関しては外れることもある。それなら外してしまえばいいんだわ。それも私の望むようにね。団長さん、少しいいかしら。聖夜の予定は。いや、気にしないでほしい。困っている人の手伝いをするのは当然のことだ。それに依頼とはいえ、聖夜を団長と一緒に過ごせるなんて約束だよ。ほほほ、ありがとうの。なんだか楽しそうなお話をしてるわね。マギさん。
姉さん、どうしたんだよ、こいつの部屋に来るなんて。ちょっと団長さんの顔が見たくなったのよ。それで何の話をしていたのかしら。ずいぶんと珍しいお客さんもいるみたいだけど。お恥ずかしい話なのじゃが、ぎっくり腰を患ってしまっての。そのせいで今年のプレゼントの配達がどうにも難しくなってしまっての。だからわしの代わりにプレゼントの配達をお願いできんかと依頼に来たんじゃよ。そうなのね。それでその依頼は受けてしまったのかしら。ああ、サンタのじいちゃんが困ってんだぜ。助けるのは当然だろ。それに全空の子供たちの夢を壊すわけにはいかないからね。そう、さっきの予知夢に近づいてるわ。なんとかして夢と同じ状況は避けないと。ほほほほ、それでは早速みんなの服とソリの準備を。ねえ、その依頼私も一緒に行っていいかしら。お、姉さんも手伝ってくれるのか。ええ、子供たちの夢を守るのも魔女の仕事の一つかと思って。しかしの、わしのソリはもともと一人用なんじゃ。詰めて座っても何人乗れるか。ねえアルル、よかったらなのだけど、私と代わってくれないかしら。そうだな。ごめんねアルル、でもここは何が何でも私と代わってもらうわ。あの予知夢を現実にしないために。私どうしてもこの依頼を受けたいの。だからお願いできない？いや姉さん、なんでそんなにこの依頼を受けたいんだよ。プレゼントの配達ということは聖夜前日の夜ということでしょ。聖夜前日の夜に一緒にプレゼントを配って回るなんてとってもロマンチックじゃない？言っておきますけど、私たちもいますからね。ええ、わかっているわ。でもみんなでソリに乗ったらきっと狭いわよね。だから団長さんに抱きつくことになってもそれは仕方のないことだわ。そして団長さんがそれを意識してしまってもね。彼のすぐ隣には私が座りますからね。というわけでアルル、今回は私に譲ってもらえないかしら。もちろんただとは言わないわ。契約を、約束を軽んじるようでは魔女失格だもの。わかった。君がそう言うのなら今回は譲ることにしよう。ありがとうアルル、あなたのそういうところ好きよ。というわけでサンタさん、配達に行くのは団長さんたちと私でお願いね。わかった。ならあとは衣装じゃな。あの衣装は大事なサンタの正装じゃ。わしの魔法ですぐにみんなの分を。それは気持ちだけ受け取っておくわ。自分の分は自分で用意するもの。なんだ、町に買いにでも行くのか。私は魔女よ。服ぐらい魔法で簡単に作れるわ。それにせっかく団長さんと聖夜を過ごすんだもの。自分がこだわり抜いた勝負服を着たいのが女心というものでし
こんな具合にね。どうかしら団長さん、私に似合うようにサンタクロースの服を改良してみたのだけど。ほう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 、見事なものじゃな。さすがは魔法の専門家といったところか。そんな熱い目で私を見て。この衣装、そんなに私に似合ってるかしら。ねえ、団長さんは知ってるかしら。魔女に魅了された人間はね、その魔女のことが頭から離れなくなるの。そして最後には自分から魔女のところに来て身も心も捧げるのよ。団長さんも、もし私に身も心も捧げたくなったらいつでも言ってちょうだい。その時は私が団長さんの全部を受け入れてあげるわ。こんな風に。どんな脅威からも守ってみせるわ、私の大切なこの人。わあ、何やってるんですか、マギサさん。相変わらず団長君たちの周りは賑やかじゃの。運命は変わらないか。けれど、この未来だけは、この結末だけは、絶対に避けなければならない。おそらく、彼女の方も何かを。どう動くのが最善か、見極めなくては。どうぞ。鍵ならかけていないわ。マギさん、先ほどの件で少し話したいことがあるんだ。単刀直入に言おう。サンタクロースさんからの依頼、やはり私も同行させてほしい。それは何か理由があるのよね。もちろんさ、少しばかり厄介な理由がね。実は今朝予知夢を見たんだ。その予知夢では君と団長が共にプレゼントを配っていた。しかしその最中に魔物の襲撃を受け、団長が空へと。え？私の予知は望んで水晶で見るものと、意図せず予知夢を見てしまうものがあるのだけど、意図せずに見た未来は世界に影響を与える大きな出来事を示唆している予知がほとんどなんだ。そして今や世界にとって団長は欠くことのできない存在になっている。あらゆる意味で予知した危機を現実のものにしてはならない。君にも分かってもらえると思う。一度譲っておいてすまないが、せめて同行を許してもらえないかな。どういうことかしら。
私の見た予知夢とはまるで逆だわ。そうか、君にしては交代の申し出が強引だったからもしやとは思っていたけれど、でも私の予知夢で団長さんと一緒にいたのはアルル、あなたよ。それはなるほど、厄介だね。予知夢の大筋は同じなのに団長さんの隣にいる人だけが違うなんて。うん、マギサ、君が見た予知夢でも団長が空に落ちたのはプレゼントを配っている最中だった？ええ、そこは共通しているわけか。そしてそれこそが私たちが実現を阻止しなくてはならない未来だ。その通りよ、団長さんは私にとって何よりも大切な人だもの。だから予知夢のような未来は絶対に認められないわ。話が早くて助かるよ。やはりここは二人揃って依頼に同行するとしよう。どちらか片方だけでは予知に近い状況になってしまうしね。力を合わせて団長を守ろう。そうね、それは私も考えていたわ。アルルの予知夢を考えると私一人では悲劇を避けられない可能性があるもの。希代の魔女から助力を受けられるのなら心強いよ。それはこっちのセリフだわ。未来を見ることについてあなたほど頼れる人はそういないもの。それでオイラたちに話ってなんだよ。さっきのサンタさんからの依頼、私とアルルの二人で団長さんに同行させてもらえないかしら。予知夢を見たの。それも随分厄介な予知夢をね。その予知夢ではこの依頼の途中で団長さんが空の底に落ちてしまっていたわ。そして私も似たような予知夢を見たんだ。な、二人揃って同じ予知夢を見たのかよ。それって確実に良くないことが起きるってことですよね。おそらくね。だったらよ、サンタのじいちゃんには悪いけど依頼を断れば。それはあまりいい作戦とは言えないわ。私とアルルが見た予知夢は厳密には同じものではないの。でも結末は団長さんが空の底に落ちるということに収束していた。つまりどのような過程をたどってもその結末に収束してしまう可能性がある。それなら不確定要素を増やすより途中まででも予知できている方が対処のしようもあるというものさ。ルリア、すまないが私と代わってもらえないかな。君が団長を案じる気持ちは私もマニサもよくわかっている。だからこそ。わかりました。でもお二人がいれば本当に大丈夫なんですよね。任せてちょうだい。必ず団長さんを守り抜いてみせるわ。団長さんに襲いかかる危険や障害は私とモーさんが全部跳ねのけてあげる。それに私の予知に加えてアルルの予知もあるもの。その通り、私たちが力を合わせれば見通せない未来などないさ。
ええ、頼りにしてちょうだい。あなたは私が必ず守るわ。私の大切な運命の人。それじゃあそろそろ行きましょうか。サンタさんも待ってるでしょうし。ほほほ、それでは気をつけてな。本当に気をつけてくださいね。こいつに何かあったときは頼むぜ、姉さん、アルルメイヤ。ええ、私たちに任せて。みんなで無事に帰ってくると約束する。団長、少し航路を変えよう。このまま行くと竜巻に巻き込まれることになる。いいえ、ちょっと遅かったみたいね。ここは任せてちょうだい。私がまとめて吹き飛ばすわ。綺麗な星空だわ。空気の汚れもまとめて燃え尽きたみたいね。さすがだ、頼もしい限りだよ、マギサ。このままなら私の見せ場は来ないかな。アルルのことは頼りにしてるわ。たまたまここは私の方が大将に向いていただけ。配るプレゼントはまだたくさんあるもの。油断せずに行きましょう。団長さん、寒いの？風邪をひいたりしたら大変だわ。団長さんが寒くなくなるまで私がこうしていてあげる。あら、団長さん、さっきよりも鼓動が早いわ。もしかして私のこと意識してくれてるのかしら。安心してちょうだい。意識してるのは団長さんだけじゃないわ。その証拠に、ほら。マギさ、お楽しみのところ悪いけれど、今は空の上だ。体重を一方に寄せたら危ないよ。そうね、ごめんなさい。団長さん、続きは戻ってからね。さっき配ったプレゼントで最後だったようだね。ということは、私たちにとってはここからが本番だわ。夢の中でも悲劇が起きたのは荷物が全て片付いてからだった。気を引き締めていこう。あ、団長、ソリを上に。
の魔物だね。予知夢に現れたのはどうやら最悪の事態は免れたかな。あとはあの魔物を始末するだけね。団長さんが風邪をひいちゃう前に終わらせるわ。これが魔女の技よ。癖になっちゃうかもね。結末へたどり着くために聖夜を共に楽しもう。団長、君の運命に私も従う。聖夜の贈り物さ、受け取ってくれ。だんだんどうかな。だんそうどうかな。だんそうどうかな。私の力、人々のために役立てよう。あなたに未来は訪れないわ。マリウス・カイルム。クセになっちゃう。聖夜を彩るとしよう。セレネディーロシー。さようなら。さて、夜はこれからよね。ふう、一安心だね。あとは気空艇に戻るだけだ。そうね、気を張っていたせいか思ったよりも。どこから。周りに魔物なんて。ました。さっきの魔物が最後の力でソリの底にしがみついたというの。じらされるのは好きじゃないわ。こうと決めたら逃がさないの。強引にでもね。モーさん、団長さん捕まえた。大丈夫、出る前に言ったでしょ、必ず守り抜くって。それに今この空にいるのは私たちだけじゃないわ。団長、マギさん。そのために私がいるんだもの。団長さん、ちょっと無茶をするわ。だから振り落とされないように私の体をもっと強く抱きしめていて。それじゃあ行くわ。you
大胆だな、マギサは。こんばんは、団長さん。待ってたわ、団長さんを。二人きりで話がしたかったの。今日は本当にハラハラしっぱなしだったわ。想像もしていなかったことが起きて、それに振り回されて。でもね、最近未来がわからないことが楽しめるようになってきたの。もちろん怖いと思うこともある。でも知らないことってすごく私をドキドキさせてくれるわ。これも全部団長さんが私に教えたことよ。おかげで昔のような底知れない魔女にはもう戻れそうにないんだから。だからねえ団長さん、一つわがままを言ってもいい？私ね、聖夜のプレゼントが欲しいの。明日の聖夜を団長さんと二人きりで過ごす、そんなプレゼントが。団長さん、いえ、私のサンタさん、このプレゼント私に届けてくれないかしら。今からだって構わないわねえ団長さん。私と、うん、考えることは同じか。でも今回はどうやら先を越されてしまったようだ。アルル、どうしてここにいるのかしら。君と全く同じ理由だよマニサ。少しばかりご褒美が欲しくてね、団長におねだりしに来たんだ。明日の聖夜、共に過ごす時間をもらえないかってね。団長、私かマニサか別の誰か、どの人と聖夜を過ごしたい？明日答えを聞くから、それまでに結論を出しておいてくれると嬉しいな。ああ、ちなみに私の予知では、聖夜を一緒に過ごすのは私と出ているよ。あら、私の予知では団長さんは私と過ごすことになっているのだけど。はてさて、どっちの予知が当たるのかな。まさか両方外れとか。